はい、こんにちは。今日はね、肩トレ、ということでですね、ちょっと動画で以前、かの有名なね、IFBB プロのね、山岸選手ね、肩のジャイアントセットね、やってた動画を見たんですね。で、まあ、ジャイアントセットっていうのはね、まあ、山岸選手のね、ちょっとプロレベルの、ね、トレーナーなのでね、まあ、まだしもいいとは思うんですけどね、一般トレーニーはね、効果がどうなのかっていうふうなね、意見もあったりするんですけれども、確かにね、自分もその、ジャイアントセットね、もう同じ部位ばっかね、こうひたすら、こう、痛めつけるっていうのはね、なんかあんまり、こう、1セットごとのパフォーマンスもどんどん落ちてくるし、疲れてくるので、はい。で、まあ、負荷自体も、やっぱり、強度自体はね、こう、回数も、重量も扱えなくなってくるので、落ちてくるので、あんまりこう、どうなのかなっていうのはあるんですけど、ただこう、見てみると、やっぱ肩についてはですね、前と横と後ろね、3箇所に分けることを、これを順番に回すことによって、結構ね、各部位を、まあ、3部位に分けて考えると、各部位のインターバルはね、ジャイアントセットしながら結構インターバルが取れるっていうふうにね、まあ、自分は思っているので、こう組み方によってはね、一般トレーニングも非常にね、効果的なのかなというふうにね、ちょっと自分は考えています。はい。で、山岸選手ね、メニュー見てみるとですね、同じ部位をね、こう集中してやるんじゃないんですよね。やっぱりね、前、横、後ろとかね、結構まんべんなくね、回していましたね。で、まあ、このメニューね、ちょっと今こう載せてますけどね、まずね、バーベルショルダープレス、で、ケーブルサイドレイズ、バーベルフロントレイズ、で、ケーブルのリアレイズに、アップライトロー、で、プレスマシンをやって、ダンベルプレス。で、ハンマーのマシンのサイドレーズですね。はい。で、最後締めるという形でね、やられていました。はい。ただまあね、ジャイアントセットね、いいんですけども、やはりジムでやると、一人でね、複数の器具をね、まあ、占領してしまうのはね、なかなかこう、普通のトレーニング、普通のジムではね、できませんので、今日はちょっとやっぱホームトレーニングのね、メリットをね、最大限にまあ、活かしてですね、まあ、ちょっとマシンはないんですけれども、このマシンのやつをちょっとまあ家でやる、ダンベルとかね、バーベルとかそういったものに、ちょっと置き換えてね、やってみたいと思います。で、ちょっとこのメニューなんですけれども、バーベルショルダーを、まあ、ダンベルショルダープレス置き換えて、で、ケーブルサイドレーズを、ダンベルのね、インクラインサイドレーズ。はい。で、バーベルのフロントレーズを、まあ、ダンベルのフロントレイズですね。はい。で、ケーブルのリアレイズはもうダンベルのリアレイズに置き換えると。で、アップライトロー。はい。スミスでアップライトローやられてましたけど、これについてもダンベルのアップライトロー。で、プレスのマシン。これはちょっとね、もうバーベルのバックプレスにしたいと思ってます。で、ダンベルプレスですね。ダンベルのニュートラルグリップ。これはまあそのままできますんでね。やりたいと思います。で、最後にハンマーのサイドレーズマシン、があるんですけれども、これはもうね、もう通常のね、ダンベルサイドレーズにしたいと思います。ただちょっと順番がですね、基本的にプレスマシン、6番目にプレスマシン来るんですけど、これフロントで、で、次もまたね、ダンベルプレスで、前が連続してくるので、横の部位を挟んだ上で最後ね、またフロント攻めるという形で、ちょっと組み替えた形にね、してみたいと思ってます。はい。それではね、早速やってみたいと思います。よし。
種目、はい、何度かやりきりましたけど、途中で意識が朦朧としてきて、なんかシートを戻さないで、ね、やってしまったりしましたけど、はい、まあ何分ぐらいかかったのかな、7分か、はい、まあ7分ぐらいでね、相当ね追い込めますね、はい、でやはり
前横後ろってね結構バラバラというかね分けてねそれぞれ部位はインターバル開けながらやってるので、ね、全然こう重量上がらないとか回数できないとかっていうのないので、ね、まあすごいねこう時間効率よくね追い込むには、はい、肩のジャイアントセットはね非常に有効だなっていうふうにね今日やってて感じました。やれないこともないです全然、はい、同じポイントばっかで集中的にやるのはねちょっと根性もねあとちょっと根性いりますし、まあ力も出ないのでね効果がちょっとどうなのかなっていうのはありますけど、はい、これはね結構、はい、個人自分的にもねおすすめです、はい、また、まあ、本日はこんな感じでございます。はい、ご参考にしていただければ、はい、嬉しいです。では。